7月23日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しています。今日の全引けは106円28銭高の 31,962 円99銭となりました。トピックス東証株価指数も 5.49 ポイント高、 JPX 日経400 48.63 ポイント高、主要な株価指数揃って堅調です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 64%、 1182銘柄、これに対して値下がりが 30% の553銘柄、変わらずが 5% の99銘柄という全引けの構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。相対的には中型小型が強め、大型株は上昇はしていますが小幅なわずかな上昇にとどまっているという今日の前場の動きです。機内は最近としては少ない水準、全引け段階の東証プライム売買高4億7300万株余り、売買代金が1兆2000飛び49億円、1兆2000億円をやっと超えたというところで全引けとなりました。このペースで5番も推移するとするならば1日通して2兆4000億円程度ということでありますから、活況の目安となります3兆円にはかなり及ばないということですし、2兆円台半ば、2兆5000億円にも届かない可能性があるという水準でありますから、最近としてはかなり少ないというボリュームであります。今日は朝方は売り注文先行して始まり、日経平均株価100円余り下げる場面がありました。昨日のアメリカニューヨーク市場におきまして、ダウ工業株30平均が下落したという流れを受けまして売りが先行、ただその後徐々に買い戻し、押し目買いなどが流入しまして、日経平均株価上げ幅縮小からプラスに転じ、全引けにかけてじりじりと上げ幅を広げる展開となり、結局全引けは3桁の上昇、このまま高く引けますと3日続伸という動きで全引けとなっています。アメリカにおけます長期金利の上昇一服、あるいは時間外での先物が堅調に推移しているといったことなども買い安心感を誘い、朝方の売りが一巡した後は徐々に押し戻す展開となっています。日経平均31,900円台、31,900円台半ばまで戻してきております。そういった中で個別で買われた銘柄としましては JR 東海9022が商いを伴って堅調な値動きとなっています。昨日の通常取引終了後に9月30日を基準日としまして1株を5株に分割すると発表したことが前向きに評価されています。これによりまして最低投資金額が低下して、個人投資家などの買いが活発化すると、商いが活発化するといったことなどが評価されています。逆に下落している銘柄としましては、半導体製造装置などを手掛けます芝浦メカトロニクス6590、こちらが商いを伴って大幅反落、全引け段階では 9% を超す下げとなっています。筆頭株主であります東芝など3社が保有するこの芝浦メカの株式合計で70万株強を売り出すということを昨日発表しておりまして、短期的な需給悪化が懸念されています。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。